今回は外伝にてサルトビアスマさん、カカシガイと同格だったについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ちょっとズーズーしいよなこのシーン。カカシって結局独身なん。こいつとクレナイは戦争の時何してたんだよ。サスケ外伝もやけどえうまいよな。何かがイの八門遁甲、カカシのカムイみたいな奥の手はないのかよこの人。ブーンガール。あんな変な鎌持った奴らとかガイなら瞬殺できるしカカシならシャリンガンで終わりだからな。シャリンガン使わずとも勝ちそうガイも八門のうちにとかで十分やろな。いやカカシってシャリンガンなきゃ何もできんやろコピー忍者の線の術はシャリンガンのおかげやし雷霧もシャリンガンないとただの自滅技やし。術なしの単なる体術バトルやと下忍のガキサスケにあわや鈴取られかけるレベル普通にかす。シャリンガンなくても常人レベル定期。カカシにとってのシャリンガンはカストロにとってのダブルやぞシャリンガンの呪縛から解放されたら三代目みたいになるだけや新技の試練も評価高いしな。ないならないなりの成長の仕方しとるやろな。被弾単体なら首飛ばせてたから一応勝ってるでそれを差し引いても常人が結果っぽいなんかを見過ごした上に様子見して初見殺しに引っかかるのはひどいけど。くれない遺伝子強すぎやろめっちゃ美少年で草。女だぞー。ガイ先生なんでずっとギプスなん。マダラとやった時八門遁甲全部開けたからちゃうの。だってこいつが万全ならとりあえずこいつに八門開けさせてなんとかするかってなるやん。三代目の猿とか口寄せできなかったんかこいつ。君の父親は鹿丸やぞ。インフレのせいで被弾ごときに負けた雑魚になってもうた。ガイがあそこまで活躍するとは。口から灰巻き散らかした以外に何か術使ったか？カドズならともかく被弾に負けるのは擁護できない。めっちゃ尖らしたナイフ以外に何かあるのかと思いきや何もなかった人。死後も侍や断像が強化版使うのほんまくさ。B に至っては武器ですらない鉛筆で同じことやっとるからなもともと怪しかったけどあそこでアスマの株暴落した感あるわ。普通の武器にはチャクラまとわせにくいって完全に死に設定になったよな。核は普通に強いからな。何時移民アスマ好きすぎていき。カカシの旅にアスマがついていくほど仲良しな印象ないわまあガイも戦争終わってからの方がカカシとイチャついてそうやけど。イタチオニサメとマガイなりにもやり合って実力も思い知らされたはずなのに2年で何も成長してない。不死身キャラに初見殺しされただけやからな。地陸のとこでもっと情報仕入れられてたらよかったのにな。核がかなり後から評価爆上げしてたのは草やった。柱間と戦った後にマダラと卑劣様から逃げ切れたの草。実際核はかなり強いやろ螺旋手裏剣まともに食らって生きてられるやつ陸道周りの人材だけやし普通にあの時点のカカシならいなせてんねんから。核ってなんか過小評価されてるけど怠慢でもカカシより強いし手数も豊富だから影レベルは間違いなくあるよな。柱間と対峙して生き残ってる時点でヤバい波の忍なら確実にやられてる。まあそこはまだラスラ最後まで殺さん柱間だし軽くボコってハハハで終わってそうだからな。柱間のことだから逃げ出す格図を見逃してそう。血筋のポテンシャルあるのに使い方が下手すぎて損してるキャラ筆頭やな。本人も自覚しとるやろ。言うてアスマも被弾だけなら倒せたやろうし、格ずこみならカカシも心臓抜かれて負けてるから強いのはガイだけや。格の相手してたの出雲ともう一人の常人やでアスマは一人にやられとるまあ首は塗ってもらったけど。首飛ばした時点で勝ちやろ普通は。首飛ばせたのは鹿丸がおったからやろ。そもそもこの二人来たらガイも相性悪すぎやろ被弾サンドバッグにして体力消耗するだけやし。言うてアスマってデザイン的には強キャラ感あるんよな。相手が不死身言うても江戸天で出てきた奴らはみんなそうだしほんまどうしようもないわ。被弾は一般的な不死身と違って自己再生しないただの死なないだけの雑魚やから人間が人間をあっさり解体できる世界観やとクソ雑魚や。三代目みたいに強い口寄せがおればな。大満なら刻めに勝てたんちゃうか。江戸天生でも雑魚かったよな。せめて手足にチャクラ刀仕込んで大剣みたいな大きさで格闘するとかしてくれたらかっこよかったのにな。ガイ天帝は今でこそ片足これだけど鍛えまくったおかげで数分なら全盛期以上に動けるらしいよ。イタチとバトル中に目つぶって突っ立てたアスマさんを舐めるなよ。
アスマってクソザコ被弾に攻撃もらうレベルの戦闘力やから、あの刀捨てて封筒とか飛んで中遠距離から戦った方が強かったよな。ガイが死んだらエド転生して八門開かせて特攻し放題だぞ。格図が接合する前にバラした被弾を遠くに投げ捨てたら怠慢できるはずだから、割と簡単に怠慢までいけるんちゃうか。アスマこそ八門遁行を教わるべきだった。ガイ先生ならできそうというか、なんなら被弾無視して格図殴り倒せるんちゃうか。当たらなさそうやな。娘の妄想やからね。アニメではなんかスタンド使えるんやろ、なんていう術なん。ガイって片足行ってるだけなのに、なんで車椅子乗ってるん。こいつなら片足で飛び回れるだろ。一点特化型しか輝かない世界で万能型の血族やから。でも猿は万能型でもめちゃくちゃ強かったよ。全部90点なら万能、全部70点なら器用貧乏、そういうことや。ガイは一部の頃から別格扱いやったよな。アスマくれないだけじゃなく、カカシもボコったイタチがガイだけは警戒してた。コネとかいう現代にも通じる悪しき慣習のゴンゲサルトビアスマ。カカシかクズのガンダム3体の攻撃避けながら被弾とくないでチャンバラしてノーダメやったわ。アスマ結局アスマの悪口になってて草。あの娘大丈夫なんか、良心の悪いとこ取りやぞ。江戸転生時の描写的に3代目は実は猿まで殴り倒す体術特化やで。母親もウチハ相手に幻術かけようとする無能やからしゃあない。ナルトが到着して突然アホになったけど、カカシが手も足も出ずに心臓取られる寸前まで追い詰められてたし、カクズは普通にヤバいよな。柱間と戦って生き残ったという時点で凄すぎる。空武勇伝として自慢するわ。柱間の化け物っぷりが明らかになるにつれて、カクズの株上がったよな。あんなん暗殺してこい言われても逃げ出さないカクズ、めっちゃ度胸あるわ。被弾とかいう体術クソザコ相手に失血の時点でヤバい。紅に関しては現術しか武器がないからしゃあない。エキスパートなんやから相方が現術かけられたら速攻で解除するお仕事しろよ。せやな。三代目は5つの性質変化使えるだけじゃなく封印術とかも使えるから、そら強いよな。アスマは封筒の性質変化しか使えなそうや、式用でもなさそう。地方ロックリーがレンゲを使うタイミング早すぎる、リスクあるんだからもうちょい待てよ。断蔵は封筒の使い方くそうまかった。バクと真空派のコンボとか封筒使い必須テクやろ。この白寿司で3代目の階層にいた地雷屋の弟子3人みたいなのの正体って判明した。一人は港だろうけど、被弾が初見殺しすぎた。正直アスマより最終戦長寿の方が強いよな。でもあの時点のカカシやったらガーラとかが切られたら勝てないんちゃう。あの時ガーラどうにかできたのってナルトとガイくらいちゃうの。イタチの人生ギチギチすぎて年齢設定が恐ろしいことになってるよな。ギチギチというかオロチマル関連は破綻しとるけどな。被弾は初見殺しやけど、他の時の AI やったら多分初見でなんとかされるで、フシコンビの時は他の時と比べてもアホすぎ。タバコにかっこよさの7割持ってかれてる。もうちょい強くしたれよほんま。タバコをかっこよくかくって今見ると逆に新鮮な感じする。カカシって何のノウハウもない独学でシャリンガンをあそこまで育てられたの有能すぎるやろ。そもそも血筋も違うのに、最終的な習熟度で言ったらうちは一族含めてもトップクラスやん。カカシ先生シャリンガンない方が強い説好き。各戦のカカシもアスマチームのお守りしながらで守るために無駄に雷切り使わされたし、増援来るまでの時間稼ぎしてただけや、カムイすら使ってへんし。というかガイだけなんであんな強かったんや。同じ先生ポジでもアスマなんか足元にすら及ばん。リーがめっちゃ割り食わされてる感じで不憫や。ガチのマジでカカシのライバルやったらあんなもんやろ。ガイって元のスピードがカカシより上やからな。アスマとかはトロイからついていけなかったんや。カムイやからあった方が強いと思うけど、カムイ以外やったら親父的にない方が強くなりそう。闇組織にかけられた懸賞金は参考になるのか。パッパの名前で値上がりしとるだけ説。決闘だけはガチやから死体に高値ついてそう。被弾は初見殺しすぎるわなぁ。おびとに毒塗ったくないでもぶっ刺せば完全勝利で戦争終わってたのに、腹パンで済ます成人カカシ先生。二回も打つクズやぞ。アンチオツアスマは灰吐けるから。仲良いんだからいるのはいいだろ。戦いになったら端っこに立っててもらうだけや。
ってかガイとカカシってそんな仲良くなってるんか、カカシがガイの車椅子をしてるの違和感あるわ。お前らそんな仲ちゃうかったやろ。アスマより紅の方がヤバいやろ。うちはのそれもイタチに幻術仕掛けるって、エフリートにファイア系の魔法放つレベルのアホやん。何も知らん下人や駆け出しの中人ならまだしも、生徒任されるレベルの上人で自分の専門分野やで。幻術くらいしか取り得ない。この派の戦力おかしかったよな。ナルトガイカカシ地雷やつなでって本気出せば全ての国潰せてたやんけ。だからペインは切れてたんや。この派の平和がワイラへの暴力みたいなこと言ってたし。これマジ正論だったな。一つの国が全ての国を合わせた戦力以上のものを持つのはあかんわ。サスケがやろうとしたレボリューションがそんな感じやしな。里の怒りからしてもともとこの派は強いからそこはおかしくないけどな。柱的三代目がナメクしてたのと、戦争したら他の里が便乗してくるから睨み合いになってただけや。断層はしも。シャリンガン無駄に使うな。申し訳ないがうちはを滅ぼしてまで大量にシャリンガンストックしたくせに使い方知らないクソジジイは NG。 こいつもいたな。戦力ヤバすぎる。まあでもリアル思うと圧倒的軍事力ある国がある程度警察してた方が平和は平和だよねって。周りの小国が干渉国とかして戦争発生装置になっちょる。ちょっとこの派だけ忍びの質おかしいんとちゃうか。忍ぶ五大国とは名ばかりで、実際はこの配置強なのはリアルで好き。おまけに保有してる美獣のパワーバランスは九尾その他やからな。ガイはバケモンやけど一生車椅子のデメリット無視して語られすぎやと思う。強門まででも刻めとかより強いからすごいけど。八門って要はただの超強力なバフやろ。それを的確に扱えてるんやから十分バケモノやろ。紅の娘の初恋はシカマルやろ。シカマルが被弾の能力解き明かす時のナロー感すごいよな。でもガイって体術だけやん。さすがに術も使えない雑魚だと翻弄されて終わる。ガイは忍術使えるぞ。なおアスマが翻弄されたイタチの道術を攻略した模様。皆さんはガイデンにてサルトビアスマさん、カカシガイと同格だったについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。